春の連続の優勝を成し遂げ、輝かしい実績を残していただきました。ぜひ新婚の優勝旗を沖縄県へ持ち帰ってもらいたいと思います。皆さんの期待を手伝って、これから甲子園に向けて出発します。甲子園大会ではこれまで積み上げてきたものを自信に変えて、自分たちの力を信じて一緒に目指して頑張ります。また県民の皆さんを喜ばせられるように、最後まで諦めず粘り強い野球で精一杯戦っていきますので、応援よろしくお願いします。